8日午前11時半ごろ、安倍元総理大臣は奈良市の大和西大寺駅近くで演説していたところ、背後から散弾銃で撃たれました。消防によると安倍元総理が心肺停止の状態となっています。看護連盟の方、看護連盟の方、看護師の近くを追っている方、お助けください。この災害地周辺看護連盟